ベチェスラフ・ステパーノビチ・カザケーベチは、ベラルーシマ・ヒリシュ・州、ビャリニチ出身の詩人、作家である。1989年から、作家同盟の会員となる。初の詩集、田舎の祝日で、マクシム・ゴーリッキー賞受賞。1951年に、ベラルーシマ・ヒリシュ・州、ビャリニチに生まれる。幼い頃より、詩人になることを夢見ており、5歳にして、 初めて詩を書く。1968年に義務教育を終え、翌年の1969年にレニングラード高等軍事政治学校に入学し、1973年に卒業を。卒業後は連帯副司令となるが1974年に軍籍を離脱。同年秋にモスクワ国立大学ロシア言語文化学部に入学し、1979年に 卒業。メリホボにある、チェーホフ博物館や古文書館の学芸員、翻訳や批判など、多種多様な仕事を経験する。1985年、モスクワで初の詩集、田舎の祝日が出版され、マクシム・ゴーリキー賞受賞となる。翌々年1987年には2冊目の詩集、誰が私を兄弟と呼んでくれようかが出版となる。 1988年には3冊目の詩集、ルナートが世に出る。翌年の1989年からは、作家同盟の会員となった。1993年に来日し、1996年から2000年まで、大阪外国語大学、その後は、富山大学でロシア語の外国語、教育専任教員として、教弁をとっていた。 2016年の3月に退官。これまでに発表した詩の多くがモスクワの文芸誌に掲載されている。20世紀ロシア名詞戦等に収められた詩はヨーロッパの各国語に翻訳されており、落実雷山は同志の居住する日本で大田昭一によって日本語に翻訳された。教団においてはロシア文学やロシアの歴史など抗義のロシア文化についての講義を ジョークやジェスチャーを交えながらロシア語で言った。自身も詩人、作家であることから学生には日頃、ロシア語の作文の授業においても読み手が関心を持つように書くよう指導していた。ブーニンやクプリーン、カザコフ、プーシキンなど多様な作家の短編作品を講義の教材とし、文学作品をより深く読解することを講義の狙いの一つとした。また、 グミリョフやポプラフスキー、マンデリシュター村ロシア詩人の生涯と作品を紹介、解説し、学生を交えて、作品の分析を行う、シクラブを主催していた。源氏物語から松尾芭蕉、ひいては葉隠れなど、日本文化への造形が深く、学生よりも日本文学に詳しいことが発覚する、場面が多々見られる。実際のところ本人も日本通りを自覚している節がある。 日本語、ロシア語、ありがとうございます。